はい、日進塾 .net の鈴木です。今回はですね、 Google マイビジネスについて解説をしていきます。で、 Google マイビジネスっていうのはですね、 SEO とか、MEO っていうのは地図検索ですね。地図検索において上位に表示させられるっていう、この両方に非常に効果的なので、やっておくべきことの一つになります。で、特にですね、 SEO なんかに関しても内部施策、外部施策、マイビジネスのそれぞれ3分の1ずつの要素になってますので、これをやってるかやってないかでもう全然違ってきます。で、実際じゃあマイビジネス、 Google マイビジネスってのが何なのかっていうところを解説していきたいと思います。で、 Google マイビジネスっていうのは、このような感じで、うちの場合ですね、日進塾 .net って検索すると、こちらに出てくる、これがGoogle マイビジネスになります。で、ここがですね、実はですね、出てくる会社、出てこない会社があって、食べログとかって皆さんご存知ですかね。で、その食べログなんかってのも、例えば新しい店舗が出来上がる と、そこをビジネスオーナーがあれ登録し、実は登録してるケースもありますけど、ビジネスオーナーが登録するんではなくて、例えばですね、そこを訪れたお客さんがですね、ショップカードかなんかを元に住所と電話番号と店名と、例えばラーメン屋さんだったらラーメンっていうね、そのカテゴリー、必要と登録に必要な最低条件を満たしていれば、ユーザーが登録ができちゃうわけですね。で、登録をしたら例えば基本的なものが登録ができると、いろんな人がメニューを写真で撮ってメニュー登録したりとかね、いろんなことをやり始めるわけですよ。で、インターネット上のユーザーがその店舗の情報を作り上げていくっていうようなのが食べログなんですけど、実はその Google マイビジネスも食べログ方式で、これインターネット上のユーザーが、いろいろ情報を書き込んで、ここがどんどん出来上がっていくっていうケースが、ほとんどですね。で、例えば私の知り合いの会社なんかですと、結構大きい会社なんですけど、そこの会社なんかでも、IT の専門の部署がないので、実は、マイビジネスの登録してないわけです。で、そうすると、結構大きい会社なので、周りの、人とか取引先だったりとか、あるいは出版社なので、お客さんですね、お客さんが、この情報を、入力したりということで、結構もう出来上がってきてるんですよね、ある程度で。ここを実は、このビジネスのオーナーですかっていう、ここをクリックすると、所定の Google の、手続きを踏むとマイビジネスのオーナーになれるということになります。で、じゃあ実際にまだできたばっかの会社だったりとか、できたばっかりの店舗でこういう情報がない場合ですね、ない場合はどうやって登録すればいいかっていうと、実はマイビジネスっていうような形で検索をすると、この Google マイビジネスっていうのが出てきますので、ここから Google に登録という形で、ここで登録をしていきます。で、これも最後の方に行くと、ビジネスオーナーのための、認証手続きが Google の方ありますので、その認証手続きを通過すると、あえて、自分がビジネスオーナーとしてマイビジネスをコントロールすることができるようになります。で、ここまでが登録なんですけど、登録した後にですね、実はやらなくちゃいけないことが、ありまして、で、それがですね、何かっていうと、これでうちの会社の例でいくと、こういう形で中に入れるわけですね。マイビジネスのオーナーになると、こういうメニューがずらーっと並んできます。で、これの一番最初やらなくちゃいけないのは、この情報のところです。情報のところ、ここを全部くまなく入力しておくという感じですね。で、これを、全部入力し終わったら、次にですね、SEO にも MEO にも非常に効くところなんですけど、写真のところです。ここはとにかくもうたくさん登録していくことがおすすめです。こんな感じで、うちそんなには
時間がないので、あんまし登録はしてないんですけど、ですね、例えばこの360度、ここ非常に重要です。この360度カメラもし持ってるんであれば、ご自身で、撮影して登録をすると、これがですね、ストリートビューというストリートビューというサービスとここが連結しているので、会社の中を360度見渡すことが、店舗の中とかを見渡せるようになります。でしかも道路と表の道路と、うちはちょっと2階なんでつながるかどうかっていうのは微妙なところなんですけど、1階の店舗であればほぼ表の道路とつながって中に入ってこれます。非常に強力な MEO に強力なところです。でここに関しては実はその機材買うお金がね、結構高いんで、Google の正規の代理店いっぱいあります。全国にすごい、もう全国各もう、いろんなところにあるので、あなたの近くの、代理店ですね、Google ストリートビュー撮影、登録代行とかっていうような感じで検索をしていただけると、近くの代理店が出てきますので、その近くの代理店のところに依頼をして、ここ登録してもらうのが非常にいいと思います。でその他にも、今スマホで動画簡単に撮れますから、動画の登録なんかもやっておくといいと思います。で、そうですね、店内なんかもこれ、うちは360度のやつしかやってませんけど、こういうのもどんどん登録していく。であとですね、もう一つ SEO、MEO 非常に効くところがあります。これ口コミです。で口コミのところも、これも、自分でアカウントをですね100個とか200個作って、自作自演っていうのは絶対やっちゃダメです。自作自演バレると大変なことになるので、これはもうとにかくキャンペーンを打つとかね、例えば1000円の商品券をプレゼントして書いてくださいみたいな感じで、でしかもこういうふうに書いてくださいとかコントロールするんじゃなくて、とにかく何でもいいのでお世辞抜きで正直に書いてくださいっていうことで書いていただいて、それに対して例えば星1とか2とかねっていう形で酷評がついても真摯に受け止めてきちっとレスをするというところが非常に大切です。でその他にもですね、投稿とか商品サービスウェブサイトとかいろいろありますけど、このウェブサイトに関しては、実はこれホームページがない方向けのサービスなんで、ここはちょっと無視していただいて、他のところですね、できるところはもう全部設定をしてどんどん厚みを増していくっていうことをしていくと非常に有効です。で、今回まとめになりますけど、Google マイビジネス、自分がビジネスオーナーでなければ、登録をするか、もうすでにマイビジネスが、あるんであれば、そこのビジネスオーナーとして自分が認証を受けるということですね。で、自分がマイビジネスのオーナー権限になったら、情報をきちっと整理する。で写真のところと口コミのところ、ここを分厚くしていくということです。ここをちゃんとやっていくと非常に、大きな結果を得ることができます。以上です。で、ここからちょっと日進塾ドットネットの、宣伝させていただきますけど、弊社は、今期17期目の、ホームページの制作会社で SEO を得意としています。で過去には1700件以上の制作実績、SEO の実績があります。でなんでこんなチャンネルをね、登録し配信してるかっていうと、一つはお客様にうちがやってることを可視化するっていうこと。でもう一つはやはり中小のウェブ担当の方、やらなくちゃいけないことすごく大変多くて大変なので、その人たちに、手助けになればと思ってチャンネル配信しています。で、いや、本業の他にね、やらなくちゃいけないことたくさんあるんで、あわよくばね、その一部どこか、うちに外注してもらえれば、なんてところもあります。ご視聴ありがとうございました。